ヘビーの新星が軽快な足取りで入場してまいります。得意のキックでジュニアのトップを伺ってまいります。この男ケンタの入場であります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー全日本プロレスオリジナルレスラー、頑張れ、ガンガンいけ。赤コーナープロレスリングノア190ポンドケンタ、頑張れ。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴みます、キックで返します、組み合います、コーナーに振った。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。抱えます、エルボーを入れていきます、掴んだ、肘を打ち込んでまいります。リング上はキャメルクラッチの体勢です。掴んだ、ハンマーが襲ってまいります、掴みます、蹴りをぶち込みます。ブレンバスターに取ります、逆に投げてまいります。あっとキャッチした、あっと叩きつけてまいります。ハンマーを振りかざします。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた、踏みつけてまいります。腕をフックします、ストバックに突き刺さります。行くのか、ロープに振った。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。おっと、逆に捉えた、バックに回ります、エルボーで返します、ローリングしてのキック、抱えます、リバースで返します、ロックアップ、巻き投げで切り返します、エルボードロップ落としてまいります。あっとキャッチした、強烈に叩きつけてまいります。このポーズです、エルボー、腕を回します、ブレンバスターで切り返します。
攻めてる方ももうかなりきついと思いますね。はい、抱えた。あと逆に投げていった。ガードした。ラリアット、ストンピング強烈、エルボードロップ強烈、抜くのか。ここが攻め時ですね。相手はダメージありますからね、一気に行きたいですね。ガジェット組み合った。場外に落とした。あーっと飛ばない。組み合った。あと逆に返した。決めに行くのか。リングに戻ります。おっと逆に捉えた。あ、逆にパンチ。腕をフックした。逆にバックに回った。サイド、サイドからバックドロップ。おっと逆に捉えた。あっと返した。10分経過、10メレッツゴー。ラリアット投げ倒し、立たせていく。ちょっと今カウンターになりましたよ。ブロッキー状況か。リバースで返した。トップロープを狙う。急降下にトラップ、エルボーで返す。行くのか。ボディープラスが降ってきた。3つは入りません。奥歯を噛みしめた。あっと顔面。あっと飛び膝、ニーが突き刺さった。引き起こす。ジャンピングしたの膝蹴り強烈、抑え込んで、腕を回した。ジャックハマーでそのまま全体重を浴びせる。あとうまく切り返した。ハイキック、抱き起こす。湧いてこい俺の力。あと飛び膝蹴り、首をかっ切るのか。起こした。トップロープを奪う。首根っこを捕まえてチョークスラムで叩きつける。ブレンバスター行くのか。おっとそのままスタワーに落とした。引き起こす。ラリアットパン上がり、落とした。いけるか。フロントから叩きつけた。抱き起こす。いけるか。コーナーに振って、あっとラリアット、立たせてフィニッシュに行くのか。15分経過、15ミリッツゴー。腕を回した。ブレンバスター行くのか。